I got broads in the London, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Legacies, family, when you see them like a family。はい、皆さんこんにちは。今回プレイするのはゴブリンズショップというゲームになります。これはね、ゴブリンが経営するお店のシミュレーションゲームですね。すでにスマホゲームで発売されているみたいなんですけども、まあ Steam でもね売っておりまして、 Steam 版をやっているんですが、なかなかね複雑なねゲームなんですね。スマホゲームだと思ってね、舐めちゃいけないですね。そこら辺が見せられればと思います。早速やっていきましょう。ニューゲームです。はい、ということで始まりました。私のおじいさんからね、いろいろ最初チュートリアル的なものがこうあるような感じなんで、まあ一通りね、私もプレイしたんで、軽くね、スキップしていきながらやっていきましょう。っていうのはね、チュートリアルがね、このゲームね、外せないみたいなんですね。なので、強制的に、まあ流れてます。まあね、私、初めてお店をね、やるんだよっていうことで、おじいさんがアドバイスしてくれてると。で、まあ最初はね、ファナスね、炉を作りなさいと。武器を作りためのね。そういうことで、資金とか、材料をね、いろいろおじいちゃんがくれているっていうような内容ですね。続いて、おじいさんがくれたものとしては、まあ資金なんで、資金から、いろいろのね、武器を置く置物台とかね、ラックみたいのを買いなさいと言われてますね。これが、武器を置くラックですか。で、ファシリティ、これキャッシャーですね。カウンター、これをも置きなさいと。ということで、購入してお金は減りました。今2500ゴールドみたいなもんでしょうか。そしたらばね、面白いのがこのレイアウトを自分で自由に決められると。例えば、ここに置いといて、武器ラックはどうしようか。例えば一番手前に置いてみましょうか。ね。最初は武器を作っていくのかな。ちなみに防具とかね、魔法のね、薬品そんなのも作れるみたいですね。あと敷地も拡大できるという。ここら辺がね、スマホ版とちょっと違うようですね。スマホ版は縦なんで、この、拡張性はないみたいなんですけども、これはパソコンゲームなんでね。隣の土地を買ってお店を拡大するみたいなことができるみたいですね。で、おじいさんから斧を作ってみてくれと、一番最初にね、アックスですね。はい、そうするとコツコツコツと、多少時間かかるんですけど、これで伸びて斧ができるんですね。それができれば、ラックがあればすぐここにね、自動的に、溜まるよと。まあ、出品されるよってことですね。ラックがないと、そこら中にね、なんか散らばっちゃうんですね、在庫が。で、斧もこうやって見るとね、ステータスがいろいろね、わかるよと。武器のね、振る力とかね、スピードとかね、命中率、そんなもんだと思います。で、作れば作れるほどね、武器もね、いい武器が作れると言ったところでしょうかね。うん。結構深い。で、何が深いかっていうと、次でわかるんですけども、ここにね、いろんなお店があるんですよ、いっぱい。まあ、私はね、一人でお店を運営してるだけじゃなくて、街があるんで、そこでのね、いろんなね、絡みも必要だということで、最初はね、酒場に行きなさいと。いうことで、なんか私がね、こう、VIP 待遇する人たちをね、探すということですね。その人たちをね、探して、このね、ジュエリー、宝石をね、あげると定期的にね、私のお店に来てもらえるようです。まさに VIP ですね。で、今後ね、私もね、外の世界行って資材なんかをね、かき集めてこなきゃいけないんですけども、その際にもね、この人たちは私のね、用心棒となるようなね、重要なミッションを持っております。なので、3人、4人ぐらいね、ゲットしていきましょうか。この人もゲットしようかな。あと、このおじいさん的な人もちょっとゲットしてみようか。で、最後、まだね、ジュエリーあるんで、この、なんかチンプンカンプンなね、ちょっと頭悪そうな、この人もゲットしておきましょう。っていうか、たまにね、うちに寄ってくれるって言ったところでしょうか。さあ、そうすると早速 VIP の方々が、まあ来ていただいておりますね。この人たちに基本的にはこう、武器を供給して、用心棒になった時にその武器をね、使ってもらえると。当然この人たち以外にもね、いろんなお客さんは来ます。はい、ということで、斧をね、今ね、買っていったのかな？いや、まだ買ってないかな？うん。じゃあちょろちょろっと、剣とかも作っていこうか、ソード。あ、この人が最初のお客さんですね。買ってった。ちょっと待ってね。決済するときは私がここに来て、引
コンとやると、経験値とお金がね、溜まってるみたいですね。斧、やっぱりもう一回作ってみよう。どれがね、売れ筋とかね、いろいろあるのかもしれないね。また同じものをね、さっき言った通り、作るとね、自分の熟練度も上がるんでね、うまーくそこら辺はやっていきたいですよね。あとは、アーマーも作れるようにしたいんで、アーマーのためのね、デスクっていうか台っていうかね、そういったものを用意しておきましょう。合わせて、棚を作りたいですね。これかな？これアーマー台かな？ね。防具を置いとく場所みたいなもんかな？ここに置こうか。ね、いいところに置いときましょう。で、アーマーも例えばこれを作っといて、ぐりぐりぐりとね、じわじわこう作られるのがいいよね。で、作るにもちょっと時間かかるっていうのがね、なかなか面白いのかもしれない。盾を作っときましょうか。おやおや、VIP の方はあんまり変われないのかな。よし、やった。はいはい。そしたらば何やら、ここをクリックしてね、外の世界に行けと。なんでかっていうと、私はね、武器とかね、防具を作るために、いろんなね、木とか、石とか、まあ、いろんな諸々の材料が必要なんですけども、それをもうなくしてしまっているようですね。消費してしまったっていうことですね。で、先ほどの、インバイトした人たちね、VIP の人たちを、まあ、従えていくんですけども、何人従えていくのかっていうのはもう私の判断になりますね。今回全員にしましょう。で、全員にしちゃうと当然ね、雇われなんでお金払わなきゃいけないんですよ。150ドルかかると。なんか貧乏になっちゃうかもしれないですね。冒険行くたんびに貧乏になるみたいなことは避けたいですね。はい、お金払いました。そうすると毎回おそらくランダムに、生成されるマップが出てきまして、ここにはね、我々の憎き敵人間がね、時々出没して、戦いをね、挑んできますんで、用心棒に戦わせると。で、私は何やるかっていうと、あくまで、資源採取ですね。あ、来た来た来た。うわ、なんかやばい、早速やばい、こいつやばいかもしれない。うわー、殺された。いきなりか。このゲームね、かなりハードですよ。ちょっと待って待って待って。ダメだ。撤退だ。撤退。どこかにね、エクジットっていうね、看板があるんですよ。そこが出口です。なんとか出口に出れば、私は、あまり損をしなくて、撤退できるんだけど、どうだろう。うわー、きつい。こんなね、普通ゲームプレイじゃないんですけどね。もっと慎重にやるべきだったけども、最初からいきなり出てきましたね。人間。結構強いんですよ。これが、面白いですよね。シミュレーション的な要素もあるし、こういうアクション要素もですね、散りばめられているんですね。あった。よし。よし。逃げよう。まあ、お金ね、損しちゃったね。この葉っぱ、材料葉っぱだけだったね。改めて私のね、道具を見ておきましょうか。木が11個でしょ？石が5個でしょ？葉っぱだけ多いよね。で、それ以外にもなんかあんのかな？何もないね。うん。あ、ちょっと待って。はい。ここね。ごめん。よいしょ、危なかった。なんか怒ってたね。ラックがあるから、武器。ある程度もう作れなくなってきたね。材料が少なくなったからね。ってことは、また外に出なきゃいけないのかな。はいはい。やっぱり作るのにも微妙にお金かかるんだね。材料費ないね。よし、行こう、もう一回。お金は、ちょっと潤沢にあるんで。もう一回、全員雇ってレッツゴーですね。私のね、VIP の人たちもね、多分ね、いい武器持ってないんですよ。っていうのは私がちゃんとこう売ってないからね、声かけてね、売るっていうこともできるんで、まあ進めるっていうのかな。強制的に買わせることは、おっと、まただ。できないんで。うん。まあ、彼らにはね、なんていうの？彼らの意思があって動くんですけども、基本ね、私も、命令が、出せますね。非常に単純な命令ならね。例えば、私についてきなさいとかね、誰にも攻撃しないようにとかね。やってた。彼らも彼らで、レベルアップします。
基本ね、今は私にただついてきてくださいっていう指示にしておきましょうか。ね、はい、石拾いまくってます。まんべんなく最初は多分ね、草と石と木かな。まあ、サバイバルのね、マストアイテムですよね。草と木と石。これをどんどんゲットしていきましょう。草は確か42ぐらいあったよね、さっき。だから木とかが中心かな。木と石がいっぱいあればいいかな。ここら辺ね、単調かと思いきやね、やっぱり敵強いんで、またね、新たなね、モンスターがこう、参加したりもできるんですよって、目の前にもうすでに新たなモンスターが出てきましたね。これが後々、お、え、敵、大丈夫？君も戦って。よし、仲間になった。やったー。ね、ニューモンスターです。これで、お、彼は弓使いかな。今度ね、いい弓を作ってあげたいですね。はい、今は2、4、5人か、5人パーティー。多分最大で6人パーティーができるっていうことだと思うんですけどね。さあ、ちょっと8ビットな音楽とともにね、おっと、一人、大丈夫だち、あ、もう一人来たか。よいしょ、その間に私はいろいろ集めとこうかな。よいしょ、ちょっと戦っててね。結構人数が多くなったから、なんかいい感じがする。うわっと、来た来た来た。頑張れ。私は基本後ろで頑張ってね、集めたり、採掘したりします。あ、上にいる、上にいるぞ。上に、みんな行って。お、ここにエグジットがありますね。よいしょ。これを、よいしょ。これね、爆発したりする場合もあるんですよ。トラップがあったりするんで、ちょっと危ない。心なしか木が足りない気がするな。このマップを全部クリアすると、次のね、ルートにつながるんですね。うん。それ以外にもね、貴重なアイテムがね、あったり、宝箱があったり、まあ、満載ですね。このゲームね、先入観なくやって、カジュアルなゲームなんだろうなと思ってたんですけど、相当ね、奥が深いことがね、知ってね、多分シリーズ化すると思いますね、私。お、なんか出た。なんか特殊アイテムが出たね。あれも売れるのかな？どうなんだろうね。よいしょ、よいしょ。結構、お金。お、宝箱。やった。なになになに？え、単なる木？まあ、最初の、ね、レベルのマップだからそんなもんなのかな。完全にね、ランダムだと面白いけどね。最初のレベルのマップだからって言って、アイテムが全部しょぼしょぼだったらね、それはそれで、ランダム性がね、薄れちゃいますもんね。さあ、心なしか、石とかはいっぱい取ったけど、木がない感じがするな。木を探しつつ、葉っぱをね、こう、漁ってます。あったね。あ、まだまだまだ。よいしょ。お、いい色の宝箱ですね。これ取ったら、行きますか。ん？お、なんかいっぱいいっぱいいっぱい。やった。新しいレシピですね。これ、防眼的なレシピでしょうか。ゲットしました。それで戻りましょう。全員生きてるから。しかも一人追加されましたんでね。よかったね。これなんだろうね。はい。ということで、戻ってきたんですけど、その間に、スキルがね、いろいろ、レベルがアップしたからスキルが溜まったっていうことかな。なんかこれ、ブラックスミスのスキル。あ、2個やっちゃった。ちょっと待ってね。1個だけ。1個だけ。それ以外には何があるんだろう。あ、アーマースキル。いいね。これ武器か。で、いいアーマーが作れる可能性があるっていうことで、こっちにスキルを振りましょう。ね。ちょっとまだね、操作が慣れてない。で、なんだこれ。なんか、落ちてるね。はい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 。待ってね、忙しいですね。あ、VIP の方が買いましたね。何か武器を作ってあげようか。槍でも作ってあげよう。あ、ちょっと待ってね。忙しい。
あ、ここにね、置いちゃうのは多分私、何かラックというか、物がね、溢れてるんだろうね。チェスト用意しなさいとか言ってるね。はい、今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。なかなか面白そうですよね。必ずね、続きをやるんですけども、面白いと思った方はぜひいいねボタンをお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。このチャンネルね、支援サイト、ペイトリオンというところでね、直接支援を募ってますので、もしね、ご協力いただける方いらっしゃったら、概要欄見ていただければと思います。それでは。